こんにちは、P です。ハリーポッター魔法の学生通り第3章、信頼と決意です。ケビンとケンジを見舞いに行く。はい、大差し。あ、いや。魔法どころチームの危機。魔法どころの生徒たちはとても優秀ですが、噂によるとメンバー同士の対立が深刻化しているといいます。それは、他のチームが絡まれたゴシップなのでしょうか？それとも、この真相をホグワーツタイムズが解明します。あ、横向き。あれあれ、日本のあれ、ね、ちょっと慣れない。ケンジ？はい。いいところに、あなたとケビンを探しに行こうと思ってたの。うん。こんにちは。ケビンの調子はどう？うん。良くなっているよ。まだ目を。は覚ましてないけれど、先生がさっき呪いの症状を取り除く魔法薬を飲ませてあげたんだ。彼女は本当に腕が立つ医者だね。うん。あ、メイクだいぶ良くなったでしょ。はい。俺はもう、そういう意味は彼女はあなたの血の呪いも解いてくれたんだって。うん。うん。メンジはあなたを、何これ？あ、早い。ごめん、余計なお世話だった。私にできることがあればと思って聞いただけなんだけど。うん。大丈夫。気持ちはありがたく受け取ったから。伸び読みの音。え、な、天気ってなんだ？伸び。なんか伸び読みの音。多分、まだ保健室でケビンの看病についてると思うんだけど。ロビン、彼女ならビグを探しに行ったよ。かなり怒ってたみたいだからバカな真似をしでかすかもしれない。確かに彼女らしいかも。はい、近況について。それでホグワーツの暮らしにはもう慣れたもの、例えば食事とか。うん、おかげさまで焼き魚も納豆も絶品だったよ。そういうの出るんだね、やっぱり。あー、よかった。納豆はロビーのお気に入りなんだけど、私はあの匂いが苦手で、忠実に風味を再現した屋敷しもべ妖精の努力が、もにょもにょって、さっき読めなかったの？天気について。今日はいい天気だね。雨も降ってないし、寒くもない。ここでは珍しいんじゃない？確かにこっちは雨の日が多いから。あ、でも多い大げさかも。5回くらいだし、それ多いって言うじゃないの。ユミと会話。うん、ん、そろそろ時間だよケンジ。先生を長く待たせないで。うん、分かった。ごめん、そろそろ行かないと。ユミは思わず、これね、しかなんて言うんだろう、花絵か絵かなと思うんですね。花絵かな。はい、まず意味だね。意味と嵐。ん？ケンジはどう？うん、あの日以来ケンジはずっと治療を受けていて、今の状態まで回復したのだってつい昨日のことだった。そうなの？さっき話した感じ何でも問題もなかったように見えたけど。何はともあれ、彼を気にかけてくれてありがとう。ケビンのこと、私たちも残念に思ってる。ケビンは素晴らしい対戦相手だね。みんなにあれほど親切で、ケンジに対しては特にね。それがケビンだからね。賢くて、寛容って、カニすら傷つけたくないほど優しい人だな。それにケンジのことを、
手放しで褒めていたのも本当だよ。私たちの仲間を嫉妬するくらい。ごめんなさい、今私たちのチームは空気が最悪なの。どうして賢治の強さを疑うわけもないし、たった一人であなたたちの一戦目を勝利に導いたと言っても過言じゃなかったね。どうして彼に結構当たるの？勝利は実力を意味していて、実力は恐怖の引き金となる。彼が能力を完全にコントロールできないなら、なおさら、彼の勝利は今、表面上で平和を保つ安定剤となっている。でも、メンバー間の不信感と恐怖をかき消すことはできない。ケンジの病気が発覚したのは、チームの皆が集結した後だったから、私たちの中には、彼に裏切られたと思い込んでる人もいる。ケンジはわざと黙っていたに違いないってね。ああ、そうなんだ。確かにチームには伝えるべきだった。周りにそれを伝える義務がない。どうなんだろう。上かな。でも確かにもっと早く皆に伝えるべきだったと思うよ。ビゴに。ん？ケンジは誰も気づいたことがないから秘密を守りたい気持ちはわかるから。そうだね。彼がもう少しタイミング、早いタイミングで説明して、いたら、みんなにもそれを消化する余裕ができただろうし、対策だって考えてあげられたかもしれない。それよりあなた、真相を知って今でも彼を怖がっているように見えないね。これかわいいね。はい、だって、彼を怖がる必要なんてないもの。騒ぎを起こした元凶は、ビゴであって、ケンジじゃない。まだ彼を信じたいと思ってくれているんだね。よかった。一応元気づけるなら、リーダーの説得より、友達の助けの方が役に立つかも。ケンジの様子を心配しているの？ケンジはずっと自分にかけられた呪いのせいでみんなに避けられないかって恐れていたんだ。もともとすごく優秀な学生だから、血の呪いなんかのせいで、一生生活に支障が出てほしくないって。弱点なんかじゃないか。ケビンが来た。よかった、やっと目が覚めたんだね。ではもう来て、やがっていいの？先生はなんて？いや。まだ頭がクラクラしてるんだけど、彼女は先にケンジの治療に行ったから、こっそり抜け出してきたんだ。ケンジは不公平な扱いを受けて、って言いながらも、努力は、怠ったことは一度もなかったし、申し訳ないけど、特に言わせたら、彼は君たちのこのメンバーよりずっと強いよ。まあ確かに、認めない。まあ違うぞ。はい、けど、魔法どころチームのリーダーとして私は、皆の気持ちを汲んであげる必要がある。歪めないか。メンバーが、ああ、読めなかった。不審。から目を背ければ、このうち矛盾が膨張していく。ケンジ自身もそれぞれ自体の念が芽生えている頃だと思う。はい。でもケンジは心から試合を楽しんでいる。誰も負けないくらい勝ちたいと思っているはず。私にはわかる。彼の自体はチームにとっても彼にとってもいいことなんて一つもないと。ライバルのあなたたちこんなためにどうするのは間違っているかもしれないけど、彼の説得を手伝ってくれないかな。もし彼が本気で諦めようとしているなら、あなたたちの言葉の方が彼の胸に響くかもしれない。じゃあ彼を難しいぞ、本当ごめんね。エンジンがまだ試合にいられるよ。私の本で皆を説得してみるよ。チーム内のしこりを解決するのもリーダーの役目だから。ここまで言うとケンジは廊下に戻ったが、ああ読めなかったごめんね。ケビンに話があるんだ、通してくれ。この子ね、この子が花江か貝のどちらかだと思うんだけど、どっちなんでしょう。はい、
けれど、あの人は私たちの仲間ではない人に、あなたは血の呪いについて打ち明けていました。あれは一体どうしてなのですか？ダメだよ。ケビンは僕の友達だから。ですが、私たちのライバルでもあります。だから、ナエはどこか不思議だ。だから、他の皆さんのチームに権利さが必要ないと言っています。あ、どうなの？じゃあ君は、アナエもそう思っているの？そんなこと困ります、ケンジ君。力になってあげたいのは山々ですが、今は状況が違うのです。どうして昔と何も変わらないんじゃないか。いいね。なるほど、君も僕が怖いんだね。違います。私はあの日、遠目にあなたの姿が見えて、それでその、ごめんなさい。え、僕は決して君を傷つけたりしないし、他で誰かを傷つけようとも思わない。それは君もよく知っているはずだ。涙ぐむ花。え？ごめんね、読めない。早すぎだよね、でもね。私は、私は建築の言葉を信じたいです。二人とももういいよ。ごめんなさい。返事と会話出てくるんだ、ほら出てくる、はい、いいね。ごめん、今回のトーナメントは辞退させてもらうよ。え、私のチームに一人欠けた状態で最後に一緒に臨めっていうの？冗談はやめて。見ただろう、誰も僕を受け入れてくれない。それだけじゃない。もともと僕を信用してくれた人でさえ、今は僕を怖がっている。嫌いな相手と一緒にいるだけでも苦しいのに、一緒に試合に出るなんて、なおさらだ。避難説得は私が引き受ける。あなたの能力は制御可能なものであることと、私との間に亀裂が生まれることの意味を、彼らの意見よりあなたの友達がこの件をどう捉えているのか知りたいな。何これ、先手先生や、私と同じように、我らもあなたに興味を、彼女の言う通りでは、ケンジ。君たちのチームに君の存在は欠かせない。なんか、一層動かしてこないわね。どういうこと言ってるよ。我らにその自覚があるかは別として、あなたはここで諦めるわけ、敵じゃないと思う？だね。どうしてそんなことを？僕は辞退すれば君たちの強さは大きく上がるのに。そうは言って、愛がないから。そんなことは気にしてないよ。選手が一人増えたところで、私たちの勝ちは確定してるもの。かっこいい。すごい自信だね。さあ決まりだね。ケンジは引き続き参戦するし、僕も、あれ頭がクラクラして。君は無理しちゃダメだろ。ほら、僕に捕まって。素晴らしいね。ごめん、ありがとう。あ、そういえばロビンがどこに行ったかは知らない？彼女そのうち帰ってくるんじゃないかな。本当ならよかった。あちこちで騒いでるんじゃないかって、心配してたんだ。ありがとう。君たちの助けがなかったら、エンジは試合に出る覚悟を決められなかったかもしれない。エンジはあなたたちのことをとても大切な友人だと思っているんだよ。明日話した時はあなたたちが自分のことを気にかけてくれるって言ってたから。もしあなたたちのチームにケンジが7人いたら、私たちに勝ち目はなかったと思う。多分ね。けど勝利の鍵は、なるのは才能だけじゃない。メンバーたちがみな意見を曲げようとしなければ固くないから、どんな才能だって、はい、確かにね。それじゃあ決勝戦を楽しみにしているよ。ありがとう。私もあなたたちがお辞儀してる納得し合いになるってことを祈ってる。やっぱり日本人だからお辞儀なんだね。はい、
僕と飛んで忘れた。医務室に行くまで、ビュー。まずいよ。後ろの広場へ向かう。はい。彼女が、すごくね、決勝戦への期待がね、変わるね。何ここ。あ、ごめん、負けた。あ、そうだな、負けんだな。負けたんだが、負け。まさか負ける以上に恥さらしな失敗があると思わなかったぜ。お前、勝利を相手に譲っただろ。結構怖いよね。私たち全員、ホグワーツチームに勝てる可能性が低いの。だから引き分けは最良の結果なんだよ。あ、ままごとがしたいなら好きにしろ。また似たようなことがあれば、お前はチームから追い出す。クロー、フリー教授も校長もお前が。ん？何かな？え、こう、踏みにじり？ん？あ、ん？ん？見てるチャレンジならまだ、するからもしれないな。見つめるチャレンジだね。はい。可能性の話なんだ。誰も聞いちゃいないんだよ。敵を打ち回す。それだけだ。次の試合に向けて新しい策を練らないと。ほら、さっさと行くぞ。この人いつも怒ってるね。待て、お前は来るな。バイオレット。その敵と仲良し、小良しな態度にうんざりしてんだ。ああ。そうなんだね。ん？ここ行く？弓の言う通り。ん？進化もチームを滅ぼすね。前はウィニーの毛は一気になくちゃくし、サンドラも頑張ってくれている。あ、絶対に負けないよ。かっこいいね。あれ、どこ強いしちゃったの？持ってないぞ。続く魔法男のチームに渦巻く秘密が、メンバー間の対立、ショック触発、なんだっけこれ、そこ間違ってるから、危険に迫り来る試合にプレッシャーの中、これは果たして和解できるのでしょうか。今後の展開に目が離せません。以上、広報記者ロッティ、ロッティが書いたんだね。お伝えしました。これね、あの漢字苦手なのと、間違ったりしてると思う。でもね、次回最終回だよね、きっとね。今日3話だから、4話目が最終回で、もうまだ決勝戦。楽しみだね。ちょっと、いろんなところでギクシャクしてるけど、はい、楽しみです。はい。だいぶね、メイク変わったから落ち着いた感じになったでしょ？前、ちょっとね、あの、何っていうぐらいちょっと派手な感じがしたんだけど、はい。ほら、後ろに、だいぶね、落ち着いてきた。ん？あ、はい。モノメント。あれ？あ、この名前か。はい。なんだっけ？あ、そのね、第3章。信頼と決意。でした。次回楽しみです。ちょっとこれ映画怖いね。まだね、次が第4章で終わりだね。はい、次回最終回ぜひ見てください。はい、じゃあまたね。バイバイ。